ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日はですね、なんかさらっとさらっと流されたな。だってこれ拾えないよ、私には。さらっと流されたな。私には拾えないですよ。それでは今日の質問です。日本の高齢化社会に向けてケアマネージャー介護支援専門員の事業所全国検索サイトを立ち上げましたが、この後のマネタイズ事業モデルに悩んでいます。ターゲットは法人向け個人向けサービスなのか、収益モデルは広告モデル、会員制モデル、紹介モデル、物販モデルなのかなど、いろいろ模索しています。マネタイズ事業モデルについてや、未来はこういったサービスを求めるといった観点から堀江さんのアドバイスをもらいたいですという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、はい、ということでですね、本日のゲストは堀江さんのサロンのメンバーでもあるということでですね、はい、株式会社アルファジールの代表取締役小林太光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとサロンのメンバーの方やられてる。はい、当社はですね、歯医者さんが新しく開業されるときに、はい、最近では地域向けの説明会、歯科内覧会などを開催することが多いんですが、当社は歯科従事者、衛生士さんとか助手さんなんかを使ったプロの内覧会を開催する会社をやっております、うん、プロの内覧会を開催する会社なんですか。イベント屋さんみたいな感じではなく、歯科医院さんで働いている、従事者を、うん、当社でも登録という形でやってもらって協力して、開業のお手伝いをしている会社です。それやっぱ難しいんですか。やっぱり地域の方が自分に合った歯医者さんを知りたいなと思ってこの内覧会なんかに参加してくるんで、うん、その時にやっぱりいろんな質問とかされるんですね、うん、でその時にやっぱり歯科の知識がしっかりしている人じゃないと、うん、その先生の診療方針とかも答えられないんで、うん、クライアントさんは歯科医院。そうなんです、 B2B です。歯科医院さんが対象なんです。はい、すごいな。新しいビジネスで頑張っておられるということです、はい、ということで質問の回答に行きたいなと思いますけども、はい、お願いします。私はこう答えました。care.com のモデルなんかを参考にしてみるといいかもと。 C2C の仲介手数料が一番利益は取れると思いますというふうに答えました。まあB2B の硬いっちゃ硬いんですけど、やっぱり B2B のモデルになると手数料はやっぱ値切られるんで、結構その辺厳しくなる。でうまく生かせるのは C2C は難しいんだけれども、うまくいくと利幅を、まあ、個人対個人なんで割と利幅を取れるっていうのはありますね。 care.com っていうのはそういうベビーシッターとか、多分アメリカの会社なんですけど、ベビーシッターとかって結構その普通なんですよね。学生のバイトの定番みたいな、うん、でも日本ってベビーシッターの文化自体があんまりなくて、ないですね、子供をなんかそのバイトの学生とかに任せる、その子育て放棄だみたいな話をしたりする人が多いんだけど、そういうのはっきり言って変ですよね。ベビーシッターだけじゃなくて、そのケアマネージャーなんかも、その辺のモデルだと思うんですけど、高齢化社会でケアマネージャーの事業所全国検索サイトみたいな話になってるんだけれども、そのやっぱりそういった人たちをこうマッチングして家庭と結びつけるみたいなサービスっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思いますよね。ということで、ケア .com などを参考にしてみてくださいということで、はい、最後にもう一回告知を、はい、ありがとうございます。歯医者さんの開業のサポート、地域向けの住民の説明会ですね、内覧会やってる株式会社アルファジールと申します。もし興味がある方は検索してください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。